あ、皆さんこんにちは、てっちゃんスクープ、てっちゃんです。さあ今日はですね、天気もいいのでこうやってまたベランダに出てきておりますね。今日はですね、またベランダでちょっといろいろ料理をしてみたいと思います。これを今日ゲットできたんですよ。これ知ってます皆さん、うまかっちゃん。これね、僕インスタントラーメンの中ではもう一番好きなやつの一つなんですけども、これね、なんかね、ハウス食品さんの発売なんですが、これね、全国であんまり売られてないみたいなんですよね。で、今回はちょっと東京でたまたまこれゲットできたんで、美味しいうまかっちゃんの食べ方をですね、九州出身の私がちょっとご紹介したいと思います。で、今日のですね、具材はこんな感じでうまかっちゃん作りたいと思います。丼一杯分ぐらい、まあ本当丼ぶり勘定で水を入れます。はい、さあお湯が沸いてきましたのでこれ入れます。はい、豆乳、そしてこの袋のね、残った麺を入れて、卵、まあ、卵はね、ちょっと火が強いかな。ちょっと今中火にしました。中火で卵どっぽんのままそのまま湯がいていきます。そんなに茹ではしないです。いいですね。うわー、このいい香り、麺のいい香りがしてきた。卵もね、このこういう風に白身が残るところがいいんですよね。白身がこうきちっとこうやって分かる感じで残る。で、中もまあ半熟より少し完熟気味な卵が好きなんですよね、ラーメンは。もやしも入れたいと思います、せっかくなんで。はい、もやしも少し入れます。はい、さあこれさらに、まあ、少し茹でますね。3分間ぐらい、まあ2分半ぐらい僕入れるのかな、入れるんですけど、だいたいいつも勘なんですよね。この麺の具合を見て、ああもういいなって分かったらもう火止めちゃうみたいな。うまそう。おお、煮立ってきた、煮立ってきた、煮立ってきた。危ない、もういいかな。はい、これ火を止めました。ここで火を止めてからですね、この粉末の調味料を入れます。うわ、風でちょっと粉末が飛んでますね。さあ入れて、ね、ここでよく混ぜます。うわ、そしてこの調味オイル、これを入れます。はい、チャーシュー、これチャーシューといってもあれなんですよね、実はサラダチキンです。よくコンビニで売ってるやつ、これぐらいでいいか。いりごま入れます。いりごま、これをあっと振りかけて、これ乾燥ネギです。まあ、海苔をね、こうやって家系風にこう立てる人もいるんですけど、僕はまあ豚骨ラーメンの時なんで、こう横にしてラーメンに浸るようにして食べたいと思います。うわ、乾燥ネギが風で飛んでいく。さあ出来上がりました。これがうまかったね、てっちゃん流美味しい食べ方で。うん、うまい、うまいな。チャーシューいきますね、うん、このね、こってりとした豚骨スープにこのサラダチキンのあっさりとしたこのチャーシューがね、とっても合うんですよね、うん。さあ卵がありました。卵どんな感じになってるか、うわー、こんな感じです。
かったな、久しぶり。さあこれからもう一つうまかっちゃんは楽しみがあります。この残ったスープを使って今度はおじやを作ります。スープがまた沸騰してきたのでちょっとご飯を入れます。ご飯を入れました。はい、ご飯入りました。どうだろう、風が、おー、あんまり僕もこうご飯がべちゃっとなるの好きじゃないのであんまり長くはしないんですけど、これぐらいでいいかな。卵入れます。よし、いい感じになるように。これ美味しそうじゃない。とろけるチーズを入れます。チーズをまずここに入れます。ちょっと溶かしますね。はい、もうこれぐらいで、はい、今火を止めました。さあここに盛り付けしていきます。明太子、これ大好きです。明太子、じゃあオンザチーズ、オンザチーズの明太子いきます。はい、もう惜しみなく贅沢に贅沢に。そして高菜も入れます。高菜、はい、どうでしょう。はい、海苔を多めに、海苔おじや、これ、うわ、見てください、これ、あー、うまそう。いやー、美味しかった。ごちそうさまでした。皆さん、このてっちゃんスクープチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録者本当先日200人いきまして、本当にありがとうございました。今後さらにですね、いい動画を作って、また皆さんのためになる動画、そして面白い動画を作っていきたいと思います。それではまた次回の動画まで、バイバーイ。